ちょっとね、これセーブできるんじゃねえかなと思って、ついスタートボタンを押してしまったら、始まってしまいました。まあまあ、こっから、合戦スタートというわけでね。みんなよく聞け、本日は突破を戦術の方針とすると。して今日の陣形はどうするか。美咲、お前の考えはどうだ。まあ俺も、軍学2ありますからね。横陣、魚鱗、角翼、方縁、眼光と。ちょっとこれね、また陣によって、得て増えてみたいな。まあ、突破ってことはやっぱ突破力あるやつがいいよね。勝ちを前に出した方がいいってことかな。大将が敵陣を突破すると勝ちって言ってたよね、さっきね。だから大将が飛び出るような形でいいと思うんだ。まあ、勝ちも強いだろうし、遅れを取ることはないだろうしな。だから、陣形、陣形。ちょっとね、説明書読みながらで申し訳ないけどね、やっぱ一気に、一回読んだだけで覚えられるようなもんでもないからな、こういうのは。やっぱやっていくうちに慣れていくって感じで。まあ、太鼓5の最初思い出すな。5とかもう、最初勘違いしまくりでみんなにね、お叱りを受けてたけど。あ、これ横陣じゃなくて王陣って読むらしいな。王陣、魚鱗、角翼、方縁、眼光と。うん。で、王陣は魚鱗、宝子、炎月に弱いと。まあ、要するにじゃんけんみたいな感じだな。各、じゃんけんって言ったらまた違うか。相手の陣地によってっていうところだな。まあ、相手どうせ、一騎勢なんで横陣しか、王陣しか使ってこないだろうけど。よし、決めた。魚鱗で行こう。魚鱗で、多分ね、魚鱗かなり攻撃型なんですよ。前に飛び出る形。これで、あ、説明してくれるんじゃん。魚の鱗のように兵を配する攻撃的な陣形です。敵の陣形が王陣、方縁の場合に有利になります。うん。だからまあ攻撃陣形でいいんじゃない？突破しようっつってんだからさ。突破していこうぜ。で、魚鱗おそらく左から順に第1部隊、第2部隊って並んでるんだったら第3部隊の俺が先頭、そしてこれは訓攻を立てやすくなる陣形というわけだ。来い！あ、足来た！通ったか。魚鱗の陣を組め。全力で攻撃して敵の陣を突破。あ、なんか勝家が中心っぽいぞ。しまった、敵は角翼であったか。これでは振りは免れられ。今から変えればいいだろう、お前が下がって。わあ、そういうのあんのか。うわあ、めっちゃ下がった。怖え。そういうの、うわあ、ちょっとお前、独断先行すぎる勝家が。超突っ込むな。騎馬隊は2マス動くわけか。俺そこか。ちょっと待って。俺が、あれか。ちょっと待って、自動か。本当に天下統一みたいな。ちょっと待ってくれ。騎馬隊突撃。まあまあ、突破が作戦だからいいけど、左右から来るぞ、それ。大丈夫か。森政、なんか森政が、頑張れ。頼む。ここで負けたくねえしなぁ。うわ、ほんと非天下統一スリーみたいなシステム。俺頑張れ。あ、これ何もできないんだな、戦闘中。見てるだけか。じゃあ、酒をたしなめるじゃないか。なんて素晴らしいゲームだ。合戦シーンを見ながら酒を飲めるというわけだな、これは。皆さんもぜひ酒を片手に眺めてくれ、このドットがちまちま動く絵を。まあでも敵弱そうだね。いけそうだな、これ。このまま見てたら。何も恐れることはなかった、俺の陣形ミスなんて。多分みんな忘れてくれるだろうな。俺が陣形選択をミスったことはみんな忘れてくれてるはずだ。この戦闘終わった後すげえ嫌味言われそうだな。特に佐久間森政からさ。とりあえず勝ったけど、誰だっけ、魚鱗で行った方がいいって言ったの誰やったっけなーとか言われそうだね。さっさの前で。あ、1日経っちゃったか。あれ、また引き直すんだね。なるほど。今夜は休養を取り、戦いの疲れを癒すのだ。これ、夜襲受けたりしないのかな。めっちゃ寝てるじゃん。いびき音がうるせえ。ああ、やっぱりね。夜襲、あり？それ、そういうの。こっちもやればいいじゃん。なんでやらないんだ、こっちは、夜襲を。今俺提案したからね。夜襲ありなんじゃないですかって俺提案したのを誰も聞かなかったからね。ここちゃんと考慮してください。いや、押されてるぞ、なんか戦闘効果とやらで。さて、通常攻撃か。まあ、普通に攻撃した方がいけそうだもんな。で、どうも独断先行するってことは、ある程度防御型でいいんじゃないかって気はするよね。だから、角翼でいっとくか。防御陣形、角翼。鶴が翼を広げたような形の守備的な陣形です。敵の陣形は魚鱗の場合に有利になります。敵多分調子こいてさ、魚鱗とかやってくるから。これでいこう。ここは角翼がよろしいかと存じます。角翼か。いや、今日は魚鱗でいくことにする。後悔するぞ、勝家。さあ、どうする。あ、魚鱗対魚鱗か。
今日は舞台の能力勝負だ。まあここはお相手ってことか。特に何もなしと。じゃあいいか。活力じゃねえ。活家がだいぶ前に出るからな。ちょっと心配ではある。すげえ囲まれるんだよあいつ。そりゃそうなんだけどな。当然ちゃ当然なんだけど。なんで突っ込んじゃうんだよ。お前そんなバカじゃないはずなのに。あ、で横からついた方が多分ダメージでか。あ、敵バカだ。あのまま勝家後ろから攻撃すればよかったのにな。まあ、そこはさすが一騎手ではあるな。で勝家が強いからまあ特に恐れることはないな。お、なんかできるんだ。通常攻撃だろこんなの。待機交代戦況。あ、なるほど。なんか俺が丸ボタン今連打してたからメニューが開いたってわけか。なるほどね。そういうこともできるんだね。黙って見てると通常攻撃するけど、丸ボタンでメニュー開くと鼓舞したり敵を罵倒したりとかできるわけだ。わあいいなー森間さん、いいとこ取りじゃねえかお前。そこ敵部隊倒しちゃったでしょ今多分。あー、なんか俺も一部隊滅ぼしてーわ。あー、俺のとこだけ、俺の列だけなんか全然硬直してんだけど。やべえ、森まさがこれ第一勲功だな。勲功第一。あー、どうしよう。なに、全然減らねえ。俺の列全然減らねえ。右のやつ横取りしてー、なんとかしてできねえかな。右の列のやつなんとか横取りしたいわ。陣形でなんとかならんかな。お、盛り返したね。まあそりゃそうか。今夜は敵に夜討ちをかけることにする。おー、いいね。襲撃部隊は森政。まあまあそりゃそうか、普通に考えれば。今夜の野心部隊にし、お、まあ志願して受け入れられたら勲功上がりそうだから、まあこれするだけやろう。するだけしてみる。お待ちくだされ、その任務それがしお任せくだされ。頼む。たわけが出過ぎたまねをするな。初陣だもんな、だって。そりゃそうだよ。母、申し訳ございません。初陣で一部隊任されてるだけでね、光栄に思うべきだった俺。あ、迎え撃たれてんじゃん、あいつ。死ね。死ぬことはないか、森政。普通に勝ちそうだったしな、あのまま。さて、突破か。突破だったらもう、じゃあ、やっぱ魚鱗、なんか、勝家って、攻撃型を好みそうだからな。もう一回魚鱗で押してみよう。ここは魚鱗がよろしいかと存じます。やっぱりね、こいつ魚鱗大好きだわ、絶対。肉より魚派。敵は部隊をかけ陣形が組める。今が攻める後期だ。おー、いいね、いいね。もう押してる、押してる。まあ、森政のおかげってなっちゃうな、これだと。頼む、俺の列敵減ってくれ。敵減ってるかな。待機交代。これはもう、普通に見とけばいいとか。特にボタンを押さずに見てるのが一番良さそうだな。あ、もう勝家が突破しちゃうじゃん。やっぱ森政がすげえ頑張ってる、あいつ。あーあーあーあああ、もうちょっと敵頑張ってよ。敵がちょっと不甲斐なさすぎるな今。あ、でももう勝家がゴールしちゃって終わるよねこれ。まあいいか。やべえ、モブに負けてるぞ俺。モブに勲功負けてる。七種のやつらに備え広政どもに俺勲功負けてるんじゃないか。俺だけ部隊滅ぼしてない。あ、まあ他の二つの部隊も滅ぼしてないけど、滅ぼしそうだった。よし、勲功第一だ。そりゃそうだよな、二回滅ぼしてたもんね部隊を。こいつ、まあでも俺も96か。半分は入ったな。森政の半分の活躍はしてた。まあ魚鱗を選んだ俺のおかげっていうわけだな最後の。全然俺活躍できてなかった。一回外したしね、魚鱗と角翼。読みを外しちゃったしな。ふう、なんとか助かった。ふう、命拾いしたようだな。運のいいやつよ。そんな前線に出てたのか俺は。む、三崎。最初にしては上出来だった。これで皆もお前のことを認めるだろう。結構ミスってたのに、ありがてえ。しかし、慢心してはいかんぞ、わかったな。はい、承知しております。そしては全軍騎乗せよ。戻り次第すぐに祝宴だ。酒好きそうだ。お、一枚絵イベント CG 来た。こうして勝家軍は北の将に凱旋した。三崎はこの初陣での活躍を認められ、足軽大将に昇格することとなる。いきなり秀吉ばりの出世ルートだなこれ。まあさすが太閤立志伝ではあるね。出世がメインっていう。戻りました。かわいいな、さえさえかわいいな。お帰りなさいませ。急な戦だったのですね。突然のことでびっくりいたし、俺もびっくりだよ。ちょっと人がさ、安土遊覧に行ってる時に急になんか表情始まりますよって言われて、でも何はともあれご無事で、
ほっといたしましたわ。初陣はいかがでございました？もうずっとサエのことばっか考えてたわ。なんとか楽勝でしたよ。これはなんとかで、楽勝でしたよ。ちょっとキザすぎるだろう。なんとか生きて帰ることができました。これ、この感じがこの夫婦お似合いだな。お互い、こう、こじんまりとしてる感じ。まあ、あれ？急に強気になったサエが。こっちが弱みを見せると急に強気になる女か、こいつ。嫌いじゃない。勝家様に叱られますわよ。さあ、武具をお外しください。まずは砂ぼこりを落とさないと。外してくれ、サエが。俺の武具を外してくれ。あら、傷が。あ、ここにも。おっと、こっちにも。あら、こんなところに。ほんとだ、いつの間に。今、手当ていたします。そのままにしていてください。エロ漫画の流れじゃねえか、これ。いや、これぐらい大丈夫です。ご心配なく。あ、そこは怪我じゃなくて、みたいな。小さい傷とばちょっと何を話してるんだ、俺は。しっかり手当てをして差し上げます。あっちの手当てもしてくれ、俺に。さえ、いいなぁ。これでよしと。ごめんなさい。下手くそで痛かったでしょ。そんなことはない。まあ、ちょっと歯立てるのはね、次回から勘弁してほしいと。真面目に礼を言おう、ここは。冗談。今俺冗談言ってたけどね。口からついて出たのは冗談だったけど、俺は真面目に礼を言いたい。いえ、ありがとうございました。サイドのがいれば戦も怖くありませんよ。まあ、でも気をつけてくださいね。心配ですから。やべ、ちょっとサエ、すげえ可愛いじゃん。さあ、お食事をどうぞ。今日はお祝いですから。いや、そういえばお腹が急に空いてきました。この顔グラフィックやばいな。これを魚に酒を飲むか。今日はあと20分ぐらい。やべえ、ほんとサエが可愛い。なんか、やべえ、ファイブの、太鼓ファイブの時の俺の嫁ユッキーの面影が今すごい消し飛んでしまった。ちょっとちらついてきたけど、私のこと忘れたのみたいな。ちらちらっとね、ユッキーとネネの顔がちらついたけど、サエが今すげえ可愛いんだよな。やべえ、これ嫁イベントとか見てえな。みかん買っていくイベントとかねえのかな。いや、全然セリフ見てなかった。ちょっと、白いってさ、ちょっと、聞きただそうぜ。俺に指名をくれと。指名をくれないと俺は何をしていいかわからんぞ。何もないか。献上するものもないしな。ちょっともっとゲームの流れを俺はもうちょっと勉強すべきだな。まあ、とりあえず野戦はなんとかこなせて、なんとなくわかったけど、とりあえず足軽組頭に入ったから、そうね。部下時代は主君から受ける指名を達成し、勲功値を上げることを重視しましょう。だね。で、お金を貯めるにはどうするんだろうな。ちょっとパラーっと見たけど特にないな。まあ、俸禄がね、入るらしいから、ちょっと待ってよ。人物、勢力、資料、指名、ないよね。あ、一旦セーブしとこうかな。とりあえず。あ、そうそう。これ始めるときにさ、一回容量が足りないのでセーブできませんってなって、慌ててメモリーカード差し替えたけど、それでも一個しかできないんだ。まあまあ、プレステのメモリーカードはやっぱ容量少ないからね。ちょっとペルソナ2のデータ消さんと、ペルソナ2が容量食いすぎなんだよ、大体。あ、猿かわいい。ペルソナ2の罰が特にね、容量すごい今、幅取ってるんで、何個か消して、まあクリアデータだけ残しときゃいいかなって気がするからな。何個か2個ぐらい消しとくか。まあ、いっか。まあ、でもこれ、1個あればいいからね。セーブデータ。ただ、実況の声が、音声が取れてなかったとか、録画ミスしたとかなると何ともできなくなるけどね。あ、こういうのもあるのか。とりあえず、俸禄がもらえる感じになるまで俺は、何ともできない気がするね。で、そうなると、自分ち、あ、すまん、武家宅から自宅、あ、そういうことか。これでいつでもサエに会える。ただいま、ん？魚の焼けるいい匂いだ。あら、お帰りなさい。今日は魚かい？今日は焼き魚ですか？美味しそうだな。今日良い品があったので買ってしまいました。かわいすぎる。でもその前にお仕事のようですよ。お！今しがた城から使いの方がお見えになって登場するようにとのことです。なるほど。残念だな、一緒に魚食いたかったのに。これ、指名気に入ってたら魚冷めちゃうじゃん。なんだよ、勝家。戦が終わって少しはたくましくなったようだな。早速だが、この書状を安土の信長様の元へ届けてくれ。おい、さっき安土行ったわ。ちょっと遅いわ。
安置の城は王都の夢であった古今無双の城だ。また城下もこれまでいない大きな町へと発展するであろう。わしが統治するこの越前の国も豊かにしなければならぬ。商業が栄えることが城下発展の要だ。ついては書状を届けた後、安土を視察し越前の城下を回ってまいれ。なるほど、いろいろ情報を集めてこいってことか。領内の問題を探る。領内の地理を知る。ああでもどっちも大事そうだな。いや地理はなんとなくわかる。てか外出たらマップ出るし。じゃあ問題を探るだろう。越前の発展のために領内で起きている問題を探して解決するためかと存じます。うむ、よく見た。あぶねえ、耐えたな今。今は越前領内の問題を片付け、国を発展させることが重要なのだ。わしは今後お前に国の内政を任す。マジで？あれ、地上型にしとけばよかったか。俺内政全然ない。あ、でも、三術は2だ。三術あるから、三術あればなんとかなるな。常に精進を欠かさぬようにせよ。ではその書状を信長様のもとへ届けるよう頼んだぞ。ちょっといかん、酒が回ってきたな。さえによちょっといかん、本当に舌が回らなくなってきた。さえによってね、俺のテンションが回りまくってきて、上がりまくってきて。じゃどうしよう。一回さえに会って、今から安土行ってくるよーって言ってから、ちょっと待って間違えた、武家宅行ってから俺安土に旅出るわ。安土のお土産、なんかお土産欲しいかどうかも聞いとかないとね。あ、特になしか。命令を出す。金庫、とりあえず金が。金があれば欲しいんだけどな。五感。まあでもないよりました。今、800文しか持ってないし。はい、三崎様。無駄遣いしないでくださいね。ありがてえ。しっかりしてください、三崎様。部下なんていらっしゃいませんよ。あ、そういうことか。さえに命令出すわけじゃないんだ。部下に、自分の部下にってことか。ちょっとさえと話していこう。ご家来の力を束ねることはとても大切です。まだ家来いないもんな。早く戦のない世の中が訪れるといいですね。これなんか5でも、なんかこういう感じのセリフあったな。くれぐれもお体は大切になさってください。よし。これで元気出たわ。待って、休養するにしちゃった。ちょっと待ってくれ。じゃあ行ってくるわ、安土まで。なかなか、まあ、近いっちゃ近いのか。まあ、安土と、越前領内の様子を探ってこいってことだったから、まあ、とりあえず一回安土に行くのが正解だろうな。これで指名先に行けば安土城と。よし。あ、でもなんか5に慣れてるとさ、この全体マップで人が歩いてないのちょっと寂しい感じあるね。あと街がないっていうさ。全部城下町になってんだね。城がメインなんだね。ここが、お、雪降ってる。結晶が、雪の結晶が規則正しく降ってきてる。ここが安土の五城下か。随分と賑やかな街だな。おお、あ、このグラフィック5とそっくりだな。そっくりというか多分これが元になってんのかな、5の。なんか猫か犬だかなんかよくわからんのが奥の方走ってるけど。さあさあ、ピンからキリまで何でも揃ってるよ。見ていかないかい。あら、そこのお兄さん、いい人に素敵なかんざ、あー、買う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 。で、この町人かわいいな。このかんざし綺麗だな。そうだ、サイダのにお土産買って行ってあげようかな。買うだろ。お姉さん、このかんざしいくら。ま、お姉さんだなんて。え、結構若いじゃん。お姉さんじゃん、全然。特別に負けて500文にしてあげるわ。やった、買う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 。それをもらうよ。はい、ありがとう。ところで、安土の町はなぜこんなに賑わっているんですか。うん、それは信長様が安土の町では誰でも自由に商売ができるようにしてくれたからかしら。楽一楽座ね。そのおかげで各地の町から商人が集まってきて、賑わうようになったのよ。うん、なるほど、ありがとう。勉強になったな。信長様とは一体どんなお方なのだろう。噂では恐ろしい人だと聞くが、俺が集めた噂では酒好きということしか知らんからな。取り継いでもらおう。まあ、ここで粗相をしたらもう殺される覚悟で行くしかないな。それではこの書状をお渡し願います。乱丸ちょっと乱丸、まあまあ典型的な乱丸だな。ちょっとでも滑腹いいな、お前。なんか細い、なんか勝手に線の細いイメージになっちゃってんだな。もうダメだダメだ。やっぱマッスルなはずなんだもん、乱丸も。故障とはいえやっぱ信長の身辺を守らなきゃいけないから、乱丸はマッスルなはずなんだよ。でもなんか線が細いイメージあるよね。よくないよくない。乱丸は滑腹がいいと。そこのもの、待て。なんかシンプルな信長だな。昔の信長の野望の信長みたいな。は、信長様。
一目見てわかるこのオーラ、そして茶筅の曲げ。おお、お前が足釣りであるな。権六からの知らせは届いておる。すごい、一目見てよくわかったな。どれ、近くに来い。もう少しよく顔を見せてみろ。怖い怖い怖い。なんか故障に、ね、お前故障にでもならぬかとか言われそうでやだな。は、はい。でもなかなか良い面構えだ。恐れ入ります。ちょっと三崎もビビってるじゃん。権六はお前のことを有望な男であると話しておった。してお前は何が得意か。何が得意かって言われるとちょっと難しいんだよな。軍略武芸、特には、特にはっていうとなんかしらけそうだよね。軍略武芸、どっちがどっちだったっけ。軍略は1だったっけ。武芸が2あったよな。じゃあ武芸にしとくか。未熟ではありますが、多少武芸の修練は積んでおります。権六が気に入りそうなことよ。確かに。だが我が家にあってはそれだけではダメだ。様々な技能を学べ、精進せよ。おー、ありがたき お言葉、肝に銘じましてござります。いやー、信長やっぱ貫禄あるな。ふう、信長様に声をかけられるなんて驚いたな。しかし、あの優しそうなお方が鬼のような処遇をするものなのか。あ、秀吉スッと出てきた。なんか地味な服着てんなお前。うん、どなたですか。それがしは橋場秀吉と申す者。いや、見かけのお顔でしたからお声をかけさせてもらったんですよ。じゃあもうすれ違うやつ、すれ違うやつみんな声かけなきゃしょうがないな。それは見かけぬ顔だと思ったらすぐ声かけちゃうんだな。はじめまして、柴田勝家配下足摺岬と申します。あ、なるほど、家中の者だと分かったから声かけてきたのか。新参者ですがよろしくお願いいたします。おお、あなたが足摺殿でしたが。あの勝家殿に大層な軍師が疲れたと噂で聞いていますよ。やめろやめろ、軍師とまではいかんだろ。さすがにまだ初陣だったぞこの前。それがし、戦はからきしダメでしてな。殿にも怒鳴られっぱなしですよ。こいつなんだ、鼻につくぞこいつ。散々訓功を立てて、もう白持ちだろお前は。そうだ、ここで偶然出会えたのも何かのご縁。今から軍略が何たるかをご講義願えませんか。絶対こいつの方が軍略上だろ。許しがたい。なんか秀吉がムカついてきたな。まあ承諾するけど。まあ講義などはとても無理ですが、羽柴様のお役に立てるのであれば。やっぱこうやって、この顔、この顔も計算なんだろう。どうせこうやってさ、こう持ち上げていくんだろうな。これは学ぶべきところがあるな。それはありがたい。諸葛孔明にも劣らぬ天才軍師殿にご指南いただけるとは。これは皆を呼んでやめば。こいつ俺に恥ずかしめ受けさせようとしてるだろう。こうみんな周り呼んでさ、今からこの天才軍師殿が我々に軍略をご指南いただけるっつってやべえ、こいつ嫌なやつだ。さあさあ軍師殿、本来であれば長浜にお招きするところですが、まずはそこの酒場でお話を。はは、参ったな。どうなっちゃうんだこれ。まあ、特にミニゲームとかあるわけじゃないから、軍略のミニゲーム5だったらね、軍略のミニゲームが起きていまいちでござるなとか言われてたとこだろうけど、今回ミニゲームがないみたいだからね。おい、おかみ、この店で一番の酒と魚を出してくれ。さて、紹介が遅れましたが、これが弟の秀長にござる。おお、あ、え、ウリ2つ。5の時よりだいぶ似てるな。5はちょっと若干違ったもんね。これに関してはもう影武者と言っても過言ではない。そっくりさん。そしてこちらが竹中半兵衛にござる。おお、半兵衛、なんか、劇画タッチだな、お前。すげえ、なんか、サラリーマン金太郎とかに出てきそうな。竹中です。あすみみさきと申します。竹中半兵衛。すごい軍師がついているではないか。ほんとだよ。こっちは霞んじゃうよ、お前。半兵衛とか出してきたら。もうとことん俺に恥ずかしめを受けさせる気だ、あいつ。もう帰りてえよ、そんなの。まあまあ、堅苦しい挨拶はそこまでにして、ささ、まずは一本。橋場秀吉ら始終との話は弾み、深夜まで談義は続いた。なるほど。お、先日次の位置上がった。やったぜ。まあこれ多分、半兵衛の、その軍略話を聞いて俺が成長したんだろうな。俺が話したことは特になんも、みんなふーんつって、聞き流されたんだろうな。そうですね。ロボットみたいな顔してんな、こいつ。そんなに謙遜することはありません。私も今日はいろいろと感じるところがありました。そっちこそ謙遜してるだろう。気使ってんだろ、俺に。どうせ。またお互いの精進のためにお話ししましょう。ぜひ長浜においでくだされ。
なるほど、秀吉とも仲良くなれるんだな。じゃあしかしあの勝家殿にアスリ殿のような軍師が疲れたら鬼に金棒ですな。なんか嫌味で外堀を塗り固めてくるなこいつら。そうだ、勝家殿といえば、勝家殿には今日のことは内緒にしておいた方が良いですぞ。私はどうも勝家殿には嫌われて、まさか俺は今秀吉に懐柔されていたのか。柴田家に入って早数日、すでに俺は秀吉に懐柔されかかっていたのか。いかんいかん、今回俺勝家を勝たせるのを目標にしてるからな。こいつに懐柔されてちゃいかんぞ。武変者の勝家殿にはちょろちょろと働く私が鬱陶しいのでしょうな。こいついかんな、人の心をつかむのがうまいな。やっぱりそうなのですか。まあそれぞれの役割があって織田家が栄えるわけです。勝家殿はその力で北陸を切り取り、私は猿回しの猿のようにちこまく働くと。まあ自分が一番よく働いていることでもあるよな、それは。猿回しの猿のように。そう、私は猿回しの猿、猿ですよ。わはは。そんな猿に似てないしね、今回のグラフィック。ハゲネズミ感もないしな。さあ、殿、そろそろお時間が。もうそうだったな。では、おいともさせてもらおう。今、丹波の内定の仕事が忙しく、あまり長浜に戻ることも少ないのですが、暇を見て訪ねてきてくだされ。長浜訪ねて秀吉に会ったら、まあ、なんかイベントが起きるかもしれないのかな。ちょっとじゃあいろいろ見とくか、せっかくだから。武家宅ぐらい見とくか。あー、庭さん。懐かしの庭さん。ちょっと顔だけ見たい、庭さんの。庭さんには世話になったからな。お、渋い。眉間に世話よってなんか、柳葉みたいな感じだな。初めてですね。どなたですか。そりゃそうか。俺は初めて感がないんだけど、庭さんには。お主がアスリ岬か、覚えておこう。庭さん渋くなったなぁ。なんか教えてください。あ、築城と経略教えてくれんの。ちょっと教わろうよ。1日につき400文。たっけぇな、庭さん。技能習得までだったら何日かかるんだよ。ちょっと待ってよ。俺の指名はいつまでなんだろう。指名の期限みたいな。これか。あ、期限なしか。ああ、死者成功。あ、じゃあちょっと教わっていこうよ。計略で、技能習得までいける？いけるのか？ 5 巻しか持ってないけど、4日ぐらいしかダメじゃないの俺。あ、すげえ、マンツーマンで教えてくれるんだ。ありがてえ。右のが庭さんか。あと100も、ああ、金使い切っちゃったか。金が切れたようだな。また出直してこい。冷たいこと言うな。庭さんそんな人じゃなかったじゃん。お金なくても教えてくれるような人だったのにな、庭さん。ちょっと、なんか見損なったな。勝手に見損なっちゃったよ。どうしよう、誰か、見たい人って特に、あ、信夫はまあいいか、後で。杉江さん、背後、藤田か。藤里とかいるじゃん、もう。まあまあいいか。とりあえずこんなところで、越前の情報収集もあるしな。あんまりここで時間潰すと本当に今回短いパートでパート5ぐらいで終わればいいなと思ってるんで、もうすでにでもパート2だよな。終わらねえなこれじゃあ。パート5で終わればいいなと思ってるけど、こうやっぱついついいろいろね話聞いちゃったりするんだよな。え、俺体力減ってっけど大丈夫かな。まあいいか、家に行って休めばいいのか。情報集め、あーちょっともうでも時間か。金ヶ崎で情報集めしたら、じゃあ今日は終わろうかな。あ、こじんまりとしてる。でもこのドット絵いいな、金ヶ崎城。この情報集めるってどうするんだろうな。この辺でなんか酒場とか民家とか回って、情報集めればいいのかな。なんか農家でも情報教えてくれたしね、そういえば。こんにちは。あ、農民この人しかいないのかな。この街は雰囲気の良い街ですな。こいつはもう患者だと、俺は気づいてるからね。人口3万7000。民掌握率はちょっと、あんまりよろしくないか。片付けない。こういうの集めていけばいいのかな？もっとなんか、越前の問題を集めろみたいな感じだったから、もっとなんかあるんじゃないの？いろいろやっぱ全部回っていった方がいいのかな？宿屋とか酒場とかも。あ、で、そっか、宿屋こいつがいるからな。越後の国、これも、あ、越後近いな、でも。越後では群馬が安いと。私が見た範囲でのお城のことをお教えしましょう。おお、金ヶ崎城。おお、こういうの、こういうのありがたいね。鉄砲100丁、大筒0。
軍資金結構少ないんじゃないの。どうなんだろうな。なるほど、城の情報と町の情報を集めればまあ問題ないだろうと思うけど、一度酒場にも行っておく。ちゃんとね、そこ抜かりなくやっていきたいからね。うん、あ、でもここはまあ当家の領土だからってなるのか。あ、じゃあ多分これで情報はまあ、多分マックスだよな。武家宅誰もいないよね。あ、じゃあいいのか、こんな感じでいいのか。あ、じゃあちょっと今日はセーブして終わっとこうかな。1時間ぐらいやっちまった。やっぱ楽しいな、対抗力試練は。